村人は力持ちの大男をまれびとと呼び崇めました。しかし次第に恐れられ、ひどい目に遭ってからは人々を襲い始め、ついには鬼と呼ばれました。そこである若者が鬼に立ち向かいます。若者は黄金色の石をたくさん集め、キラキラと光り輝く不思議な刀を手に入れました。そして誰も倒せなかった鬼をその刀で斬りました。鬼を殺した若者はその刀を残し、強く生きるのです。強く。おお、もうかように大きくなったか。はい、どのような子が生まれてくるのやら。この未来は限りなく広がっておりますれば。強く生きるのです。強く。
ちゃっ。
おい、助けてくれ、早く。誰かいねえのか、頼む。はい、頼むよ、あげてくれ、いるんだろう。誰か、誰か、頼むよ、あげてくれ、あげてくれ。Thank you.
んと鍛錬を積んでおきゃ。お前の相手は俺だ。逃がさん。